はいどうもこんにちは、リュウモンです。ドラゴンクエストヒーローズ続きやっていきます。でね、ちょっと気になってるのが、まあ、次はね、このラバトールっていう場所。あ、そうそうそう。でね、まあ、ちょっとね、これで第3回か4回目ぐらいなんだけど、ストーリーちょっと飛ばそうかなと思ってね。っていうのが、まあ、まああれだね、やっぱりまあストーリーよりもやっぱりプレイがね、ちょっと面白いので、それをちょっと中心にね、見せられたらなと思って。はい、というわけで。でね、気になるのが、パーティーチェンジがね、できないというか、やり方わかんないんだよね。まあいいや、とりあえずこれで。パーティーチェンジ。この後にパーティーチェンジ、できないか。できないね。まあいいや、またそれは、おいおい。オッケー。砂漠の中にある城だ。門の近くには魔物がいないぞ。砂漠の中で戦う感じだな。よし。オッケー。あれ何これ。よいしょ。1234。あ、そっか。ちょっと待って。みんな、そういうの欲しい。よく聞いてくれ。リュウさんの上では人だけでなく魔物も。あ、そっか。あ、ベビーサタのモンスターコインをゲット。オッケー。動きづらいのは魔物も同じってことね。オッケー。いい読みじゃな。みんな、リュウさんの動きに注意して戦うのだぞ。リュウさんの上を普通に歩ける靴があれば。作戦の幅が広がるんだから。確かに。発明品があったら便利ね。時間ができたら考えてみようかしら。え？本当にできるかもしれないの？うわあ、危ない。さすがは研究所の所長さんね。はい。ダイヤモンドダスト。よーしょい。痛い。悲しい。よし、よっしゃ、ゴーレムゲット。金だぞ。その場を守り抜く。ちょっと待って、すごくここは、やった。何これ、お金。小さなメダルだ。よっしゃ、ここをやられたらおしまいだ。なるほどな。浮遊する魔物は流砂の影響を受けないで素早く進んでくるか。私も高い。おお、腐った試合だ。すげえ。やっぱり高いところはちょっと。なあ、うぜえ。誰だ。よいしょ。おら。あ、しゅ。誰か助けて。誰か。ちょっと待って。あ、ちょっと待って。あ、こうすればいいのか。分かった。よいしょ。OK。頼むぞ。よし。OK。よいしょ。くらえ、この野郎。よし、遠距離で倒した。お、踊る宝石とかあるな。ちょっと、ん、笑い袋ゲット。そろそろ町の外の魔物も打ち止めか。最後まで獣の角に戦い抜くのじゃ。よし、最後の猛攻。ちょっと待って、これきっつい。オッケー、頼む。オッケー。おら、あ、煉獄斬り MP が足りない。あれ、ちょっと待って。よし、おっさん行くぜ。お前そんぐらい我慢しろや。
よし、よいしょ、よし、強っ。いいね。ん？あ、こうか。あれ？あ、ダメなのか。よいしょ、行くぞ。思うように進みないが関係ない。なぜなら俺はおっさんだからだ。よし、リュウボンが復活してるな。ちょっと戻そうかな。あ、勝ったよくわかんないけど、とりあえずこのリュウサはすごく嫌だぞ俺は。いいね、楽勝じゃな、楽勝じゃ。オッケー、勢いで進むのはって。オッケー、じゃあちょっと次のマップに行きましょうかね。こんなね、酒場があった。ここで仲間を変えるのかな。ルイーダの酒場、わーセクシー。お仲間入れ替え、きたー。仲間入れ替え、するする。で、とりあえず俺の作戦としては、私の出番ね。だな、とりあえずはこれでいく。ちょっと待ってね。よーし、私の出番ね。うん、よし、わかった。ご用はないかしら。あれ、ちょっと待って、あ、決定しないといけないよね。はいはい、よし、私の出番。ご用はないかしら。また寄ってね。はい、何回でも寄ります。ねえねえ、普段どんな訓練してるの。よし、とりあえずね、あのこれだけね、見せたかったので、あのちょっとね、来ました。ほい、今回は翡翠の間というね、ちょっとクエスト、なんだろうな、ストーリーとはちょっと関係のないクエストで、なんかスライムがいっぱい出るらしいけど、右上のマップ見ると分かる通りすげえ量だな。楽しいね、気持ちいいぞ。でここで何が起こるのかどうか正直よく分かってないんだけど、マップを広げたらね、こういうのがあるってことで、ちょっとよいしょ、やっていくぞ。これ全滅しなくちゃいけないの。だとしたらちょっとあれだな、間違えた感があるな、あのやるクエストのな。かわいいな。でもいいわよ。よし、アリーナ初だ。アリーナの初のミッションがこんなやつだとは。ちょっとごめんね。よいしょ、かっけ。もうちょっとやっていこう。そうだな、新キャラクターの動きも。おーいしょ、いいね。よいしょ、いやーばいね。一個は、おお、上に勝ち上げがあるの。あ、そのまま空中コンボできたらいいんだけどね。まあ、もしかしたら、なんだろう、進めていくことによって、どんどん解放されていくかもしれないけどな。うえい、当たってない。うーしょ、爆裂拳、気持ちいい。爆裂拳すげえ、これ。よいしょ、MP が足んない。オッケーオッケー、溜まった。でね、分身剣っていうね、やつもね、あの三角もう、あの実は取ったんだけど、スキルで。でも俺のね、MP の最大上限がね、20に満たないので発動ができないんだよね。それが残念。ちょっとね、間違えちゃった感じ。よいしょ。一撃で吹っ飛んでいく、あのこのスライムの様がね、すげえかわいそうだよね。あの剣じゃなくてパンチでポーンって吹っ飛んでいく感じがちょっと超面白いんだけど、俺見てね、ポーッつってゴロゴロゴロプシューッつって、あー面白い。よいしょ、シャドウ、もうちょっと攻撃範囲がね、でかいといいんだけど、それはスキルでね、どんどん強化できていくので、まだちょっと俺にはできない感じ。あれ、ちょっと待って、すげえ吹いてるぞ左の方に。いつまでやればいいんだ。ちょっとあれだな、キャラクターこれ向いてないかもしれんな。これはね、ちょっとリュウボンの方が向いてるかも。うん、多分 OK。
よし、来た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 、すげえ量だ、かわいい。でも全身で、すげえな今の、すげえ量だったね。うわかわいい、スライムたちが現れた。あ、さっきもこれ出てたのか、気づかなかったよ。ちょっと待って、あいつら、くそー、すげえぞ、すごいぞ、なんか、うん、よいしょ、ディン。もうちょっと後輩だったら嬉しいんだが、スライムたちが現れた。ちょっとこれあれだ、あの全滅させなくても現れてきたやつらをちょっとある程度やればなんか一応進むみたいなね。うわーすごい、すげえちょっとかくってるかな、画面が多すぎたみたい。よっしゃい、どうだ、全滅か、よし勝った。いや面白かったぞいいね、一つのモンスターがひたすら出るっていうタイプのミッションだったみたいだ。よし片付いたっと。よし、ね、スライムでね、スライムたちと戯れた後はストーリーをちょっと進めようかな。うん、よし、ん、このおっさんは、西東北、まずここ西を、ちょっと話聞けよ、町長、まあな、よし、オッケー、町長守るぞ、よいしょ、あ、ちょっとこれは、よいしょ、俺らボケ、あ、これはね強い、この子早いんだよ攻撃が、出だしが、ほらもう死んだ。よしで、ちょっと待って、あれゲットしたので、お前はここで頼む。でちょっとこいつらを、あ、間違えた、よし、オッケーオッケー、よし頼むぞ、ゴーレム、よいしょい、よいしょ、見てなかったけど来てるであろうみたいな。でもさ、無双系ってそういう戦い方するよね、この辺にいるみたいな方にさ、よいしょい、やばいやばい、ちょっと楽しい楽しい、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ゴーレム全然大丈夫だな。ちょ、結構減っとんな。打ち漏らしがあるみたいだ。よいしょい。あ、ゴーレムが来てたのか。あれ？よいしょい。ほら、ボケ、ほら。よし、偉い。いいぞいいぞ、そして、よっしゃい、あれ、なんで骸骨、あ、ゲットできてなかった、まあいいか、後ろはやっぱ当たんないか、あー、くそい、よっしゃー、ほら、よし、ちょっと戻んないと、町長が大変なことになってるぞ。あ、ちょっと待って、そういうのは取るぞ、おお、分身、どういうこと、あ、すげえ、取れたか、あー、仲間モンスター回復、いいじゃんいいじゃん、
はい。オッケー、ちょっと待って。よし、よいしょ。まだいない？よし、オッケー。これで少々はかなりやっていけるはず。最後の猛攻だ。あー、おっさん、そんな大会、いい響きで、私ビルそんなもんに出てたのか。だから王様あんなに強いんだよ。ちょっと蝶々はやべえな。行くぞ、かわいい早い、超早い。大丈夫だよっ。ちょっとね、もったいなかったかもしれんが、なにけ、何をするかを知らんぞ。かっけえ全滅いいねー、よいしょ。何のこれ式、何のこれ式。ほみ、お、ホイミスライム、そういうことか。敵かよ、味方かと思ったわ。蝶々やばいけど、まあいいわ。よし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 。で、あそこにいるのは、これは味方な。あ、クリアだって結構厳しかったな今回は。楽しかった。いやー、オッケー、楽しかった今回。いやー、もうちょっとね、なんかいろいろと効率がね、例えばこう銀を狙って取りに行く、銀のモンスターメタルをね狙って取りに行くとか、ここは金を使うとか、その辺がねうまく使い分けることができればね、しっかりと守りがねうまくいくと思います。はい、それではね、今回はこれで終わりになります。最後まで見てくれてありがとうございました。またな。